幕開けでクラウドファンディングしてるランタンウォーマー、とっても優秀なんですけど、まあ値段が値段なので、これを100円ショップで何かできないかなということで、こちらで勝負してみようと思います。シェラカップ用の網、キャンドゥで110円で売ってるものになります。直径12センチ、本来はシェラカップに置いて水と食材を入れ蒸し器として使用できるという風なものになります。ちょっとジャンコードですね、写しておきます。今回はこちらをランタンウォーマーとして使えないか試してみようと思います。まあ100倍の値段の差がありますので、まさかとは思いますけど、これでもいい勝負ができれば110円でランタンホーンできるということで試してみたいと思います。まあこういう形のものですね。ここに突起があって、本来シェラカップにぴったりはまるようになってます。でこれがですね、まあフィアハンドのランタンなんですけど、この上の部分にですね乗るんですね。これがちょうどいいんです。したがってこのランタンのベンチレーターの上にはですね、カップは置けないんですよね。まあ、こういう部分もありますし、そもそもちょっとねこう斜めになってますから、ただこれを置くことによってとりあえずね、水平が保たれるので物を乗せることはできます。といってもね、ちょっとギリギリなので不安定は不安定だと思うので、と自己責任にはなるんですけどね。ただこれで飲み物が保温できるんであれば使わない手はないなというふうに思います。使うのはセリアのスタッキングカップです。2個同じものがあったので、これで温度変化を検証します。11月中旬の朝8時に撮影しており、気温が14度前後です。使う水は庭にあるリス水栓から 100cc の水を取ったので、水温は気温より少し低めです。それぞれのカップに 100cc の水を注いだら実験開始です。映っているように、5分間隔で両方のカップに入った水の温度をそれぞれ測定してグラフにしてみました。最初の5分間ですでに大きな差がついているようです。すごい、40度超えた。めっちゃ早いな。21.9 度、約22。うわ、倍だな。20分だね。あ、とうとう50度超えた。もうすぐ伸び頃だね。こっちは25度。やっぱりね、半分の温度だよね。はい、30分経ちましたね。では温度測ってみます。56度ですね。60に少し届かない感じですけどね、もう結構飲み頃な感じじゃないかなと思うので飲んでみようと思いますね。はい、こちらが 29.4 度。まあね、これだとね、飲むとぬるいんですよね。まずこの60度近い方からちょっとね、湯気が出てるんですよね。
見えにくいかもしれませんけどね。いいですね。あのコンビニのホットドリンクぐらいの温度じゃないかなと。あの暑いの強い人にとってはね、もっと暑くてもいいんですけど、多分ね65度ぐらいあってもいいんですけど、このぐらいでもね、あの十分ほっと一息できる感じでいいです。ではこちらの27度、あやっぱ手持つとこはこれ熱いですね、素手で持つのがちょっと厳しいぐらい。こちらの方はですね、ここにパラコード巻いてるんですよね。あのしかもこの革のね、これセリアのカップホルダーなんですけど、そういうのつけてるんでね、もしかしたらその効果かもしれないんで、ちょっと後でね入れ替えてまた温度を測ってみようと思います。とりあえずこちらをね飲んだ感じ27度ぐらいだったかな。これはねホットドリンクではないですね。まあこれだと勝負があった感じですね。ちなみに今回30分測りましたけど、あの前回のね動画でもこのランタンウォーマー30分ぐらいでゆっくり温まるっていう話しましたけど、これ炎をねかなり弱くしている状態の話なので、炎を強くすればねもっと時間は短くて済むと思います。じゃあちょっとねカップの違いがあの不公平になったかもしれないので、入れ替えてねやってみようと思います。さっきとね逆になりました。はい、いよいよ30分が経過しました。先ほどね58度まで上がったんですけど、今回どうでしょう。はい、56.6 度ですね。まあほぼ同じって言っていいんじゃないでしょうかね、先ほどと結果はね。それに対してこちらはその半分だったんですよね。はい、こちらが 26.5 度ですね。まあ大きくは1回目の結果と変わらないですね。したがって結論としては、この、カップホルダー革製のね、これの影響はないということが分かりました。やはりね、2倍の差が開くということで、まあ、この幕開けのねランタンウォーマー丸ごとを使えば30分でホットドリンクが飲めるというねことが分かりました。最後にねこのランタンの違いによるね差があったんでは、そもそもあまり意味がないので、ランタンを交換して、ちょっと30分だけね測ってみようかなと思います。暑いからね気をつけないとね。これをこっちに置いて、でこれをこっちに置くと、これもいいアイデアだと思うんだけどね。はい、どちらも 100cc ずつの水を入れました。ここから30分ね測ってみます。最初の水の温度はどちらも 15.5 度ですね。これはねほぼ変わりないです。さあ30分経ちました。ちょっとドキドキしますね。測ってみましょう。ランタンがね、先ほどまでと入れ替わってます。まずフィアハンドの方から、先ほどで言うと27度ぐらいだったんですよね。で今回ですね、それよりちょっと高いですね。はい、 39.9 度、まあ約40度と言っていいと思うんですけど、30分で40度まで上がりましたね。ということは何なんでしょうね。気温自体は今もう17度、別に特別上がってるわけではないので、ピュアハンドのランタンが優秀なんですかね。一回りほどサイズはね実は小さいんですね。この向かって右側がフィアハンドで、左側はですねサイズが一回り大きいので、ボディもまあ1割ぐらいですかね、サイズにすると大きいんです。ただフィアハンド小さくても40度近く上がったので、もしかしたらね排熱は多いのかもしれませんね。この辺りはちょっとランタンのね構造とかによっても違ってくると思うので、何とも言えないんですけど、では、もう一つの方のね丸ごとのランタンウォーマーを使っている方の温度を測ってみます。あ、これぐらいですかね。はい、54度ですね。まあフィアハンドで丸ごとのランタンウォーマーを使ってた時と同じぐらいの温度ですね。これは大差ないと思います。ということでランタンの差は、さほどないと言っていいと思うんですよね。
いずれにせよこの幕開けのランタンウォーマーを使った場合は30分で、まあ、さっきは8度まで行きましたね。今回54なので少し、まあ、4度ほどね低いんではありますけど、そんなに問題になるほどの大きな差ではないと思います。ただやっぱ傾向としてはサイズは小さくてもこのフュアハンドの方が排熱は多いのかもしれませんね。はい、40度まで上がりましたんでね、そういうことは言えると思います。実際飲んでみると40度ってどれぐらいかなという感覚的なものですけど、40度ってね微妙な温度ですよね、うん、これはねいわゆるぬるま湯ですということですので、まあどうでしょう、結論として言えること、今回の3回の動画についてちょっとグラフにしてみるとね、こんな感じかなと思うんです。今映しているのが3回やってみて、多少やっぱりこう、条件が違ったのかなとか、カップとかランタンとかその辺も含めて、グラフにするとこんな感じですね。15度強ぐらいのところからスタートして、でも最初の5分でですね一気にこう差がつくんですよね。かたや幕開けの方ね30度近くまで上がりますし、でそこからも同じような、勾配で伸び続けるので、まあ30分経った時にはかたや30度に届かないけど、かたやら60度近くまで上がるというふうなことでですね、幕開けで売ってるランタンウォーマー丸ごとについては、まあ、かなり優秀だなということは言えるんじゃないかと思います。まあ、100均のものが全く使えないかっていうとそんなこともなくって、まあ、40度までね上がってますから、逆に言うと、まあ、元々例えば60度ぐらいのコーヒーをここに置いとくことで保温できるという効果はあると思うんですよね。したがって、まあ、110円でもこういうランタンを使った保温ができるっていうのはですね大きなメリットじゃないかなと思いますので、そういう用途で使うのであればこれも十分に役立つと言えると思います。もう、30分以上がねこれ経過してるんですけど、よく見るとですね、まあ、こんな風に小さい泡もプツプツと出てきてます。はい、で、まあ、くれぐれもね注意しないといけないのは、持ち手はですねかなり熱くなるんですよ。あ、そうでもない、そうでもないですね。先ほどのねもう一つのランタンの方だとすごく熱かったんですけど、こちらはそうでもないですね。もしかするとフィアハンドの場合は排熱がより真上に近い方向に上がっているのかもしれません。したがって真上から少し離れたところにあるこの取っ手についてはもうほとんど熱くないですね。持てる状態なのかもしれません。こちらのランタンについてはもしかしたらそれが逆に排熱が周りにねこう拡散しやすいのかもしれません。したがって上に置いたカップのこの持ち手の部分まで熱々でさっき持てなかったですから、より大きなカップに交換してまた30分間このヴィンテージの方のねランタンでお湯を沸かしてみました。で実際どうかというと、測り始めがね19度ぐらいだったんですが、あ、結構伸びますね。42.3 度、そうですね、昨日のフュアハンドでやった時と同じぐらいですね。なのでこちらのランタンについても、このシェラ網を使った場合でもより大きなクッカーで熱をね受け止めてやれば40度ぐらいまでは30分で上がるということが言えると思いますので、クッカーのねこの底面積というか形状によっても湯の上がり方は違うというふうに言っていいんじゃないかなと思います。いずれにせよ、まあ、30分で40度ぐらいまでということなので、丸ごとに比べるとねその熱の上がり方は低いんですけど、もともと温かいものを保温するという目的ならこのシェラ網も十分に役立つんではないかなと思います。ランタンの構造によってもいろんな差があるのかもしれないので一概には言えないんですけど、冷たいものを温めたい場合はこの幕開けで売ってるようなランタンウォーマーがあった方がいいですし、もともと熱いものを買ってそれをより長く熱いまま保ちたい、保温したいという目的だけであればこの100均のシェラカップ網でも
役立つと思います。余談になりますが、これについてはとっても便利なんです。あの熱いものを入れてもここが持てるんでですね、皮があって、でフックがあればこの穴にね引っ掛けることなんかもできますので、こう吊るしたりできるので、パラコードかなを巻いておくことによって、あと接着剤でね端っこ止めてるんですけど、持ち手も熱くなりにくいということでね、これ本当おすすめなんですけど、あの作り方簡単なんです。こちらのセリアのカップホルダーを使います。正式にはペーパーカップスリーブホルダーとか書いてますけどね、まあ要はカップホルダーですね。はい。で普通はコンビニの S サイズに対応ということで、本革製というのがねとってもよくって、これ実際はですね、このセリアで売ってるスタッキングカップ小さいやつ、はい、こちらにね、はめることができます。これをですね開いてはめるんですけど、どれぐらいの感じかっていうと、こう入りそうで入らないこれぐらいですね、ここぐらいまでは入るんだけど、このあとちょっとが入らない、それぐらいね微妙なサイズで、逆にねそれがちょうどいいんです。っていうのも、このカップホルダーを、水につけておくと少し伸びますから、まあ革なので、革製品のね加工される方は知ってると思うんですけど、革は水に濡らすと伸びて乾くと縮むんですね。だから水に濡らした状態で、まあ、1時間ぐらい置いといて、伸びた状態だとここにねこうギュッギュッてやれば、ちょっとだけ苦労しますけどね、入っていきます。あの上の方までいきます。この、取っ手のね付け根がくっついててちょっと膨らんですけど、ここもね、難なく伸びた状態だったらこのように入っていきますので、はい。でそのまま、逆さまにして抜けないようにして乾かしとけば、完全に乾いたらですね、もうガチガチにこう縮んで、このカップを締め付けるような形で抜けなくなりますから、まあ安心です。なのでこれからねあったかいものを入れて飲みたいなという時に、このままだとね本当に熱くてねここは持てません。まあ、代わりに取っ手があるのでね、取っ手を持てばいいんですけど、まあこっちに指が当たっても熱くないような、どの角度からも持てるような形にしたければ、この本革製のカップホルダーはおすすめですのでね、よかったら試してみてください。ランタンの違いよりも上に乗せるクッカーの底面積の違いの方が気になったので、大きめのねケトル、まあ蓋もあるのでね、これだとどのぐらい温度が上がるのかやめてみようと思います。水は同じように 100cc だけ入れてみました。はい、ではね30分経過したので、ちょっとね測ってみようと思います。この部屋ね19度ぐらいなんですけど、どうでしょうか。52度ありますね。やっぱり底面積があるクッカー乗せて、まあしかもね蓋があるっていうのもあると思うんですけど、もうこの100均のランタンウォーマーでいけますね。50度超えてくれればね、十分にホットドリンクと言えるんじゃないかなと思います。もうちょっとやってみましょう。うわぁ、60度いきましたね。なんと、いうことはですね、やっぱりそういうことですね。温度については、このランタンの排熱をどのぐらい受け止めれるかっていうことで、まあこのぐらい底面積の大きいケトルのようなものであれば、まあかなりね、先ほどのあのカップ、マグのような形のものと比べてたくさん熱を吸収して、しかも蓋があるのでその吸収した熱が逃げないということで、まあ40分でね60度まで達したということではないかと思いますし、まあこの温度だけ見ればね、もうランタンウォーマーこれでいいんじゃないかなっていう気もします。まあホットドリンクが十分飲めます。ただね、やっぱりこう大きければ大きいほどここは危なくなるのでね、正直おすすめはできませんね。あの実用的かっていうと、ちょっと実用的ではないと思います。もう横風吹いてたりするとね、もう絶対危ないので、もうね惨状が目に浮かびますから、
絶対やめた方がいいんですけど、まあ熱のね、吸収という意味ではこのクッカーの形によって温度は上げられるということは分かりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。